何やってんの、お父ちゃん。あ、どうも。どうも。悪く逃げた。すみません。小春の部屋、快適にします。小春臭いから。そう、ちょっと匂うかなと思って。快適にします。いいっすね。クッキーです。なんか、おい。おいちゃん。コハちゃんの部屋匂うんだってねえ、コハちゃんの部屋匂うんだってお前カメラ撮られるとためしかいないえんのこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。じゃじゃん、我が家のウィーシンクさんの、はい、いた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 、空気清浄機かな。コウちゃんのせいで緑になってる。うまや。暴れるからあなたが。いつもお世話になっております。綺麗な空気を提供していただき、ありがとうございます。もう最近ほんとずっとあれ、24時間出版したの。そうだね。本当に。24時間ずっと回ってて。なんか前に、あれね、ね、これが最近やもんね。そうだね。2ヶ月、3ヶ月ぐらい前。ちょっと前ですね。そっちも何年？これは2年ぐらい。使ってるよね。2年使ってる。かな。なんかね。2年かな。1年か2年かやね。そう、フィルター2回変えてるから。あ、そうね。もともとこれでね、いつも。これもね、すごいよく使ってて。空気清浄機からちょっと離れるけどね。ね。ね。ノンフライヤー。はい。使い心地どうですか？もうすごい楽です。いいね。めっちゃうち実家の母も買いました。買ってたね。はい。気になってたね、新しくね。ね。新しいワイン。まあ、じゃあこれね、ほんまいいとこやっぱ軽い。軽い、ね、軽いからね、ほんまにどこでも持っていけるっていうのはすごくいいかな、はい、まあこっちはもうずっと置いてるけど、これ車の中に、そう、車の中に持っていけるから、ウィシンクさんの使い方で、車の中で使ってくださいなんか一言も書いてないと思うけど、うちらね、車の中に、ね、車の中の匂い通りに、ね、車中泊をするからね、どうしても匂いがこもるから、食べ物の匂いもね、うん、食べ物の小春の匂い、うん、食べ物の匂いもすごいです。そうね、お肉焼いたりとか、そうね、結構肉焼くからな、家で。こっちの使い方も、あ、それすごい、油が落ちるのでめっちゃ減るし、そういえばお父ちゃんもちょっとこっそりしたもん。してない、してない、してない、してません、してませんよ。でもノンフライでもそんなもんじゃん。これ何、何してるんだよな。あ、ごめん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 。これ新しいやつはボタンがついてるから、ね、ああ、そうね、出すときにだいぶ楽になってるね。結構いろいろとなんかお知らせしてくれるから、なんか裏会社に悩んだんやって。あ、アプリでね、できるの楽だよ。そうそうそう、だいぶ楽ね。じゃあ匂ってるやん。鳥の匂いしませんよ。気になる香り。恒例のフィルターチェックです。じゃあ匂ってる。あ、ちょっと汚い。ちょっと洗ってなかった、大変。つい2週間ぐらい前にやったとこなんだけど、ね。ほんま。めっちゃ小春の毛もついてるし。うん、見える、うん。なんか、ほこりとこはげがいっぱいです。あとだろう。結構取れるね、だからこれね。すごい取れるね。だいぶ、だいぶ汚いんじゃないかな。ネズちゃん、そんな汚くないよ。ほんと？あ、でもほこりもちょっと、結構ついてるって。そうそうそう、かなりついてると思う。うん。まあ。ね、この中もね、しっかりとしたフィルターですね。ねえ、これは立派ね、うん、すごいね。これほんまに軽いの。こっち見て、ピロロン。こっちピロ、持ってきた、ピロロン持ってきた、ほら、うん、ほう、うん、コハちゃん、コハちゃん見てみ、すごいよ。
興味なしか。何ですかその格好は。ずっと後ろ向いとるよ。ずっと後ろ向いとるよ。はい、今日なんでこれ紹介したかと言いますとですね、はい、9月の、はい、20、21、22日の3日間に、インターペット大阪、ペットの国際見本市であるインターペット大阪にビーゼンさんが出展されます。はい、出展されます。で、21日土曜日、ね、そうね、はい、我が家も小春連れてね、はい、お邪魔しようと思いますので、はい、よかったら皆さんお会いします。はい、ありがとうございます。ビーセンクさんのブースとかにね、そうそうそう、お邪魔してると。何置いてるんだっけ、なんかあ、新しい新商品のペットのなんかご飯のやつ、そうそう、餌が自動で出る、ね、出てたね、やつがね、やつで、やつ、ご意欲な私たちもね、ちょっと見せてほしいね。そうね、見せてもらおうとね。ちょっとお邪魔します。いいですね、お願いします。はーい、ではでは。黄色くなってる。もや。緑になった。